ケーニグセグ CC はスウェーデンの自動車メーカーのケーニグセグが開発したケーニグセグ CC8S のプロトタイプである。サイドビュー1994年に創業したケーニグセグが初めて開発したモデルで当時マクラーレン F1 が記録した時速時速 386km を超えるために製作された。デザインはマクラーレン F1 や フェラーリ F40 に影響を受けている。世界で初めてディードラルシンクロヘリックスアクチュエーションドアを採用したモデルで、現在に至るまでこのドアは、ケーニグセグのみが採用している。当初は、車体がシルバーで塗装されていたが、ドアを取り付けた際に一度黒色に塗装され、最終的に現在のブラウンに塗装された。プロトタイプは3台製作され、うち1つはヨーロッパ仕様のプロトタイプ。 うち一つは CG-8S の試作品だった。最初は、アウディ製の4.2リッター V8 エンジンを使用する予定だったが、設計者のクリスティアン・フォン・ケイニングセグが V8 エンジンの標準出力を大幅に上回る改造をする意図が明らかになったため、契約が白紙になった。次のエンジン候補は、元織モデルニがスクーデリアコローニフォーミュラワンチームの ために開発した水平対向12気筒エンジンで、このエンジンを使用して1990年のシーズンに、スバルがレースに参戦した。これらのスバル1235エンジンは CC で、使用するために購入、改造が行われた。しかし、元売りモデル2の創立者が亡くなり、会社が破産したため、この取引が実現することはなかった。 最終的にフォード製の四点二リッター v 型八気筒エンジンと六速 MT が搭載された。k ニグセグ CC について、k ニグセグ公式サイト k ニグセグ CC コンセプトについてとスペック k ニグセグの歴史クリスティアンフォン、k ニグセグへのインタビューと k ニグセグの発展の軌跡、K2 グセグのエンジンの歴史の動画ドリブトライブ、チャンネルから、 投稿 K ニングセグ CC について、K ニングセグ CEO の自分仕様のレベーラと K ニングセグ CC プロトタイプを公開。アマイチウィズ CVK アーリーイヤーズアンドプロセス。コーニングゼグ2019年7月1日閲覧。ドリブトライブハウコーニングゼグニアリーユーズドエースバル F1 エンジンインイッツスーパーカーズ https://www.youtube.com スラッシュウォッチ v コール tmu 209イブス2019年6月27日閲覧<ッ>ありがとうございます